ミネオ京介は、日本のレーシングドライバー。東京都八王子市出身。身長175センチメートル、体重67キログラム、血液型は RHO 型。F1 レーサーを夢見ていたが、レースとは無縁な家庭環境だったことから、レースデビューは21歳と遅い。オートバックスのサポートを受け、1997年にザウルスジュニアでチャンピオンを取ると、 翌年は、フォーミュラトヨタにステップアップした。当時のフォーミュラトヨタは、参加台数が40台にもなり、激戦が繰り返されていた。2年間のフォーミュラトヨタ3戦では優勝こそ、できなかったが、2000年には F3 にステップアップした。新人が結果を出すのは、非常に難しかった。当時の F3 で、3戦目に3位表彰台を獲得した。 続く第4戦では、結果を残せず、スポンサー撤退と、不運も重なり F3 から姿を消した。以後、フォーミューラでの走りは見られなくなったが、翌年以降、ツーリングカーレースに活躍の場を移し、スーパー GT、スーパー耐久を主に戦っている。2012年は大手ブレーキメーカーでもある、エンドレスから、スーパー GT GT300 クラスと、 スーパー対イ QST1 クラスに参戦し、両クラスでチャンピオンを獲得したが、スーパー GT 最終戦では、優勝を飾っての大逆転劇であった。2021年7月、東京都八王子市にスポーツカー専門店、スーパーソニックスを開店させ、同店の店長を務める。モバイルアクセサリー等を手掛ける、エアージェイの中古車事業部長として手掛けた初の店舗でもある。 ありがとうございます。